玄武対オリックスバファローズ1回戦の模様をお送りいたします。玄武の先発はノーヒッター今永、対するバファローズの先発は投げるサイレント K 田島。この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。マウンド上は投げるサイレント K 田島。マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1回の裏玄武攻撃に入ります。トップバッターは拓丸、投げました。危ない球、投げました、真ん中に伸ばしてストライク。投球は3球目、投げました、打ちました、いい当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。拓丸ナイスバッティングです。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で拓丸ストライク、伸びのあるストレート。さあ次の投球、打ちました、三遊間の当たり、破っていった、レフトバックホーム、拓丸いいバッティングを見せます。玄武追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で拓丸、外角高め、スラーブ外れてボール。投球これから2球目、打ったいい当たりだ、センターへ、もあっとこいつ、橋本三塁回った、玄武1点入りました、2対0。リプレイをご覧ください。玄武リードで迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面で拓丸、おさあ次の投球、ボール、第3球、打った、引っ張った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。玄武わずか3人で攻撃が終わりました。7回の裏が終わりまして2対0、玄武ラッキーセブンの攻撃。今永見事な完封勝利、玄武見事勝利です。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも。玄武対オリックスバファローズ2回戦の模様をお送りいたします。玄武の先発は左のヘンリンソン、対するバファローズの先発は猛牛のノーヒッター山本。この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。マウンド上ピッチャーは猛牛のノーヒッター山本。マウンドに上がりました。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏玄武攻撃に入ります。先頭バッターは DH の真砂、投げました、初球空振り。投球これから2球目、変化球ストライク、インハイへ。第3球を投げました、1球外してボール。第4球を投げた、打った、ファール。第5球投げた、カットボールはボール。第6球を投げた、インコース引っ張った、一塁へ送る、ここはファインプレーに阻まれました、ワンアウトです。先ほどのプレーです。0対0で迎える3回です。ワンアウトランナー一塁という場面で真砂、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。さあ次の投球、アウトコースをつけた、中川下がっていった、ヒット、ライト前ヒットになった、ライトからサードへ、真砂ナイスバッティングで。同点で迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で真砂投げた、初球打ってきた、取りました、これで2アウト、ランナーありません。
玄武、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは指名打者マサゴ。外れた、ボール。第2球、投げた、打った、強い当たり、さらに伸びていく、センター見上げた、ホームラン。マサゴ、ようやく今シーズン第1号ソロホームラン。スタンドへ突き刺さった、スプリットを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。さあ、リプレイです。今日のヒーローは勝利投手の山本。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました。玄武対オリックスバファローズ3回戦の模様をお送りいたします。玄武の先発は魂の二刀流小西、対するバファローズの先発は右の竹安、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。ワンアウトランナー一塁という場面で正子、第9決まってストライク。第2球、投げました、高速スライダー、ボール。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。第4球を投げました、インローへ、変化球外れた、ボール。第5球投げました、これもフォアボール。この回玄武、追う展開で迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で正子、第1打席はフォアボール。初球ストライクから木本スタート、これはストライク、二塁盗塁成功。木本、今シーズン2個目の盗塁を決めています。第3球を投げました、アウトロー、ボール。第4球を投げた、見送ってボール。次は5球目、インロー、ボール。投げた、ここは選んでフォアボール。玄武、追う展開で迎える5回です。バッターはマサゴ、アウトコース高め、外れたボール。投げた、低め際どい、ボール。投球は3球目、投げた、見送ってストライク。投げた、打った、右中間へのフライですが取りました。これで2アウト、ランナーありません。玄武、追う展開で迎える7回です。ツーアウトランナー一塁という場面で正子、第9、ボール。肩越しにランナー見た、投げました、外角低めいっぱい、ストライク。第3球は打ちました、ショートバウンド、ボールを掴んだ。ここはうまい守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ、一塁ランナー木本残塁に終わりました。7回までが終了しまして5対0、玄武、何としても得点を挙げたい9回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、これはいい当たりだ、いったー、入った入った、ホームラン、今シーズン第2号ツーランホームラン。スタンドへ叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。玄武、点差を縮めていきます。今チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2点差に届かず敗れました。さて、今日のヒーローは勝利と。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。
結構普通だね。なんか下手にすげえ回ってたけど